ステラン・スカルスガルドは、スウェーデンーテボリ出身の俳優。スウェーデン語での発音により、近い表記は、ステッラン・スカーシュゴード。ステラン・スカルスゲールドと表記されることもある。身長191センチメートル。1968年、テレビミニシリーズ、ボンビ・ビット用の表題役を得て、俳優デビュー。修学後、舞台俳優となり、 1972年には、イングマール・ベルイマンが総監督を務める、ストックホルム王立劇場の団員となり、数々の舞台に出演。1982年、デン・インフォール・デージ・モルダリンでの演技で、ベルリン映画祭団優賞を受賞。一躍国際的に注目され、制作者、イスマイル・マーチャンとは、TV 映画、ヌーン・ワインと、ボンベイ大捜査船の主役に起用。 1988年に劇団を離れるとともに、撮影監督、スベン・ニクビストの息子カール・グスタブ・ニクビストが、監督した、屋根の上の女に主演し、二人の女性を翻弄する、男を演じて、スウェーデンのアカデミー賞といわれる、ゴールデン・ビートル賞の主演団優賞を受賞する。その後、アメリカ映画などでも活動を始め、1998年には、グッド・ウィル・ハンティング、 旅立ちと、アミスタッドでの活躍により、ヨーロッパ映画賞において、世界映画におけるヨーロッパへの貢献賞を与えられた。その後、同賞において、アバディーン、指揮者フルトベングラーを演じた、テイキングサイズで同賞の最優秀男優勝に、ノミネート。2006年は、パイレーツ・オブ・カリビアン、デッドマンズ・チェストに続き、シリーズの、第3弾にも出演。さらにミロス・フォアマンの、 宮廷画家小屋は見たでは、画家小屋を演じている。2019年放送の HBO 制作ドーラマ、チェルノブイリで、第77回ゴールデングローブ賞、助演男優賞を受賞。同作は、作品賞も受賞している。医者である妻との間に6人の子供を儲けるも離婚。長男、アレクサンダー、次男グスタフ、4、男ビル、イツオバルターは、俳優、長女。 エイヤは、元モデルで、ナイトクラブのマネージャー、三男は医師。2009年1月12日、メーガン・エベレットと結婚。二人の間には2009年と2012年に、息子が生まれている。以前公開していた、オフィシャルサイトで説明されていたが、名前の本来の発音はスウェーデン語で、ステッラン・スカーシュゴードであり、通常はそう呼ばれている。 日本では1980年代の公開作ではそう、表記していたが、ハリウッド進出後の作品で不統一となり、スカルスゲールドなどとも書かれた作品もある。サイトでのその説明とは、ステリンはイタリア語の、ステラに、N を足した感じで、というものだった。スカーズは、スカルフェイスの、スカーに、ュ GRD は、ゴードという、イングマール・ベルイマン監督の、 魔的にも出演した、スウェーデンのオペラ歌手がいる。ありがとうございます。